注目は8番のオフリキャップ。今日がツインクルスティーズでのラストランとなります。怪物の異名で呼ばれている彼女ですが、ここしばらくはらしくないレースが続いています。最後の大一番、あの強いオグリを、圧倒的なオグリを見せることができるのでしょうか。オグリさん、ファイトですわ。もうあなたも声を出してくださいませ。チームのエースのラストランですのよ。これまでも信じがたい走りをいくつも見せていただきましたわ。この大舞台でもきっと。観客席におりますわよ。小栗さんの走りをもっと近くで目の前で見るために。まもなく第3コーナー、後方集団も一気に差を詰めてきました。ここから最後の力比べ。オグリ行け、頑張れオグリ。みんなの期待を力に行くぞ。オグリが来た、オグリが上がってきた。第4コーナーを回って最後の直線。ここでオグリが先頭に立った。しかし後続が迫ってきている。ゴールまで残り20m。オグリキャップ、ラストランで奇跡を見せるのか。サブトレーナーさん、もっと急いでください。オグリさんの最後のレース、ゴールの瞬間を見逃しでもしたら一生後悔することになりますわ。言いましたでしょ、オグリさんの走る姿を、勇姿を目の前で見たいと。後続が迫ってくる。もうゴールしてしまいます。ほら、私の手に捕まって。オグリ先頭のままゴール。オグリ1着、オグリ1着です。スーパースターウマ娘オグリキャップ、トゥインクルシリーズでのラストランを奇跡の勝利で飾りました。オグリにも俺にも意地があるからな。終わっただなんて言われたら逆に燃えるってもんだ。あ、お疲れ様ですトレーナーさん。そうですわ、だってトレーナーさんもオグリさんもこんなに素晴らしいレースをしたのですから。会場が揺れるほどのオグリコールです。3つのコールが会場に響き渡っています。いや、俺はもう限界だよ。最後の意地で今日まで頑張ってきたが、これで完全にガス欠だ。だから当初の予定通り、チームシリウスはお前に託す。しっかりとマックイーンの支えになってやれ。菊花賞を勝って今のマックイーンは成長のピーク真っ只中。お前とマックイーンのコンビなら間違いなく G1 戦線の中心になれるはずだ。そうですわね、サブトレーナーさんはちょっと頼りないですから、逆にこの私が支えて差し上げますわ。私が春の天皇賞を勝てば少しはサブトレーナーさんも自信がつくでしょうし、どうぞご期待くださいませ。
早速尻に敷かれちまってるじゃねえか。けど本当に楽しみだな。俺の作ったシリウスがどんな風に変わっていくのか、お前たちの活躍を期待してるぞ。はい。チーム解散ってどういうことですの？実は他のメンバーは移籍してしまい、このチームにはマックイーンさんだけが残っているという状況でして、チーム登録に必要な最低人数を下回ってしまったんです。なので新規メンバーが増えない限りは解散ということに。たった一夜にしてチームがもぬけの殻になってしまうだなんて、皆さんあまりに薄情すぎますわ。どうしてあなたはそんなに落ち着いていますの？受け継いだチームがなくなってしまうかもしれませんのに。いえ、今回のようなケースは初めてですから、いきなり解散しろってことにはならないと思いますが、ただそれはあくまで一時的な猶予。どのくらい猶予期間がもらえるかは運営側と話してみないことには。はい、チームを引き継いでいきなりこのような状況になってしまい大変かとは思いますが。ふん、上等ですわ。チームメンバーなんてすぐにでも集めてみせます。私は名門目白家の馬娘、このくらいのトラブルお茶の子さいさいで解決してみせますわ。チームメンバー募集中ですわ。一緒に汗を流しましょう。未勝利の方でも大歓迎、アットホームなチームですわよ。安いですわよ、安いですわよ。取れたての人参がお買い得ですわよ。しかも今ならもれなくチームシリウスのメンバーになれる特典付きですわ。さあそこのあなた、いかがです？どうして一人も希望者が現れないんですの？この私が勧誘してるというのに。じゃあ何冷静に分析してますの？もっと危機感を持ってくださいまし。勧誘に気を取られてトレーニングをおろそかにしていたら本末転倒。では準備をしてまいりますわ。ええ、わかりましたわ。あと3週だけですか？なるほど、承知いたしましたわ。いえ、トレーナーさんの指導は理にかなっています。ですから不満なんてありません。もう少し早いペースで。
春の天皇賞、私は絶対に勝たないといけないのですから。こんにちは、トレーナーさん、お邪魔してます。違いますわ、彼女はメジロライアン、私と同じメジロ家の馬娘です。トレーナーさんと話したいことがあるらしいので、こうして場を設けただけですわ。はじめまして、どうしてもトレーナーさんとお話をしてみたくてお願いしちゃいました。それでは私はチームメンバーの勧誘にでも行ってきますわね。なんでもライアンはトレーナーさんと2人っきりで内緒のお話をしたいとのことですので、邪魔者はとっとと退散させていただきます。ええ、どうせ私は邪魔者ですから。別に怒っていません。ライアンとあなたがどんな内緒話をしようが私には関係ありませんし、ですからどうぞごゆっくり。やきもち焼いちゃって可愛いですね。別にトレーナーさんのことを取っちゃおうなんて考えてないのに。マックイーンのことです。多分トレーナーさんは気づいてると思いますけど、今のあの子すごく無理してますよ。やっぱり気づいてましたね。うんうん、マックイーンの言っていた通りの人です。ちょっと頼りないけど、ウマ娘のことをよく見ていて誠実に寄り添ってくれる人。マックイーンはトレーナーさんのことをいつもそんな風に言ってるんですよ。だからどんなことがあっても私は最後までついていこうと思ってるって。とんでもない、もう信頼しまくりです。ただそんなトレーナーさんに隠れてでも無理をしてしまう理由が天皇賞にはあるんです。私たちメジロ家の馬娘は適性によって期待されるレースが定められてまして、私はクラシックを期待されましたし、あの子はステイヤーの適性があるから天皇賞での勝利を期待されました。そして天皇賞はメジロ家の大黒柱であるおばあさまとおじいさまの思い出のレース、すごく特別なものなんです。幼い頃から天皇賞で勝つことを期待され続けたマックイーンは人一倍その責任を背負い込んじゃってて不安なんだと思います。天皇賞で勝利するというプレッシャーに加えて、最近はチームも大変になっちゃって、マックイーン真面目な性格だから責任も感じてるんだと思います。それでだから無理しすぎる前にマックイーンのこと止めてください。トレーナーさんからちゃんと話せばマックイーンは絶対に聞き入れてくれると思いますから。しまして、私にとってあの子は妹みたいな存在であり大事なライバルでもあるんです。マックイーンのことよろしくお願いします。あ、トレーナーさん、やっと見つけました。チーム解散の猶予期間について進展がありましたので早めにお伝えしようと思いまして。まずはご安心ください。上半期いっぱい6月末までは待ってもらえることになりました。協会としても馬娘がレースに集中できることが最優先事項ですから、キリのいいタイミングまで待とうと判断したみたいですね。いえ、私はただの伝言役ですから。でも良かったですね。まずは春の天皇賞頑張ってください。
ここは…トレーナーさん、どうして…熱…思っていた以上に疲労が溜まっていたようですわね。小さい頃、はしゃぎ回った後によく熱を出していたことを思い出しますわ。そうみたいですわね。って、気づいていましたの？私が自主トレしていることを。そうですか。そういうところの花は愛も変わらず聞きますのね。で、自主トレをやめろとおっしゃいたいのですね。このような集大を晒してしまった以上、私には何も言えませんわ。あなたの指示に従います。どうしてそのこと、ライアンから聞いたんですのね。まったく、内緒話ってそのことでしたの。相変わらずおせっかいなんですから。けど、いいんですの？本気で私の手伝いをするということは、目白家の使命を共に背負うということ。トレーナーさんにその覚悟はありますの？私とその一心同体のような関係になる覚悟は？その迷いのない返事、サブトレーナーの頃から変わらないですわね。いつだって私たちのことを一番に優先して。わかりました。でしたら私も遠慮はしません。天皇賞制覇の夢を叶えるため、トレーナーさんにとことんわがままを言わせていただきます。そして絶対に勝ちますわよ。整え方が分かってきましたわ。メニューは一通り終わりましたけど、この後はどうします？ちなみに私はまだまだ走れますが。そうですわよね。この程度で音を上げたりなどしていられませんし。それでは行ってまいりますわ。良さそうですね。さあ、ライバルの調子が戻ったところで、私も春の天皇賞に向けて頑張らないと。こちらこそ。やっぱりトレーナーさんに相談してよかったです。それではレース楽しみにしてますね。勝つのは私ですけどね。そうですよね。せっかくの京都ですし、京料理とか。あの、緊張をほぐすの下手くそすぎません？もう、しっかりしてくださいませ。トレーナーには大事なスキルですのよ。逆に今ので気が抜けてしまったのではと心配になってしまいますわ。そうしてくださいませ。夢はもう手の届く位置にあります。あとは全力で掴みに行くだけ。ええ、必ず勝ってまいりますわ。
終盤、膠着した状態で各馬娘が第3コーナーへ差し掛かります。縦の栄誉を手にするのは1番人気メジロマックイーンか、はたまた他の馬娘か。伝わってくるよ、マックイーンの天皇賞にかける思い。私も本気でそれに応える。メジロライアンがペースを上げてきた。前を行くマックイーンとの差が徐々に縮まっていきます。最終コーナー残り600のところで後続も次々と差を詰めてきた。メジロマックイーンはここまでか。ここまでのはずありませんわ。勝利に向けて二人三脚でやってきた成果見せて差し上げます。早い。ここでメジロマックイーン一気にスパートをかけた。私だって末脚のキレなら負けない。勝負だ。内からライオンが上がってきた。ものすごい末脚で前へ迫る。しかしマックイーンのスピードも落ちない。追いつけない。それどころか離されてる。マックイーン先頭、ライアンも必死に追い上げるが、その差は広がっていく。これは届かないか。先頭はメジロマックイーンだ。メジロマックイーン優勝。やりました、メジロマックイーン。見事春の天皇賞を制しました。結果を出すことができたのはトレーナーさんのおかげです。たった一人のメンバーのために尽くしていただいて本当に感謝していますわ。これからもたくさん勝利を重ねて差し上げますわ。さあ、この後はウィニングライブ。応援してくださった皆さんに歌で感謝を伝えてまいりますわね。選ばれしこの道をひたすらに駆け抜けて頂点に立つと決めたの力の限り後悔したくない。有言実行を言葉にしたら世界は動き出した。最速の輝きこの手につかみ取って、新しい幕開けを越えて進んでゆこう。抱きしめたら解き放とう。
マックイーンさんの走りに一目惚れしました。これからよろしくお願いします。あんなすごいことを達成するだなんて、本当感動しちゃって。ありがとうございます。私もマックイーンちゃんみたいに夢の実現目指して頑張るね。ええ、頑張りましょう。なんだかくすぐったいですわ。トレーナーさん、今のタイムは？すごい、これが春の天皇賞を勝利した足。もういい加減にしてくださいませ。ですけど、こうしてたくさんの方とトレーニングに励むなんて本当に久しぶりですわ。結果を出すというのはこんなにも大きな影響を及ぼすものなのですね。とにかくチームとして正式に認められるまであと一歩ですわ。マクイーンさん、走りのフォームについて教えてもらっていいですか？もちろん構いませんわ。マクイーンさん、うまいゲートの出方を教えてほしいんですけど。あれにはコツがありますの。お見せしますわね。マクイーン、お腹すいたんで人参ケーキおごって。ええ、かしこまりましたわ。誰ですの？どさくさに紛れてたかろうとするのは。私、ヨー、マックイーン。ゴールドシップさん、知り合いと言いますか、なぜかよく絡んでくる相手と言いますか。いやー、見たぜ春の天皇賞、圧巻だったな。特に仲間を守るため相手の攻撃を避けずに受け止めたところなんて忘れられねえぜ。そんなことしてませんわよ。というか、相手の攻撃って何ですの。まあ、細かいことはいいんだって。とにかくすげえ走りで感動した。だから、もっとお前の凄さを見てやろうと思ってこうして訪ねてきたわけ。別に見るのは構いませんけど、邪魔はしないでくださいませ。オッケーオッケー、おとなしく見てるだけだから安心しろって。さあ、注目だメンバー諸君、今からマクイーンガーチェンズ力を披露するぞ。まずはわさびたっぷり握り寿司の大食い。やりませんわよ。今日は激しく疲れましたわ。まだ天皇賞の疲れが残ってるんじゃねえか。自覚がありませんの？あなたに絡まれたからですわ。まったく。ええ、次のレースのことも見据えておかないとですわね。天皇賞を勝ったといっても私のレースはまだまだ続きますもの。へえ、目標を達成したってのにやる気十分みたいだな。当然ですわ。目白家の栄誉はいくつあっても困るものではありません。それに私にはこのチームを盛り上げていくという義務がありますから。真面目かよ。真面目ですわよ。ふざけるような空気ではなかったでしょう。でもマクイーンがまだまだ走る気満々で安心したぜ。よし、私もこのチームに入る。新メンバーの合流だ。大いにモテるぜ。はぁ、あ、やったな、おめでとう。何のことかわかんねえけど。本当に大丈夫ですの？このチーム。さあ、チームマックイーンの船出だ！見えてきましたわ。あの島が目白家の別荘ですの。島が丸々別荘かよ。だったら遠慮なく穴掘りまくって財宝発掘できるな。島を破壊しないでくださいませ。やっほー、マジで無
遊びに来たわけじゃないんですのよ。トレーナーさんまでそんなこと言って。ねえ、私たちまで一緒に来ちゃっていいものなの？チームメンバーじゃないのに。マックイーンとトレーナーさんから直々のお誘いだし問題ないですよね。はい、よろしくお願いします。さあ皆さん、もう一周しますわよ。マックイーン、もっとスピード上げないと私が先に行っちゃうよ。先導するのは私の役割ですのよ。ほらほら、ドーベルももっと飛ばせるでしょ。だって走りに集中できないっていうか、視線が気になるっていうか。気にすることなんて何もないって。ドーベルは可愛いし、そんなお世辞とかいらないし、可愛くないのは自分が一番わかってるから。ゴールドシップさん、あなたは何をやってますの？海でトレーニングっつったらこの格好だろ。せっかくの海なんだし、ここはみっちり体を鍛え上げねえとな。みっちり遊ぶようにしか見えませんわ。よし、ここから一気に加速。待ってください、飛ばしすぎです。張り切りすぎちゃいました。まだ合宿初日なのに。それにしてもマックイーンはすごいね。ライアンの意表をついたスパートにしっかりついていくんだから。ライアンには負けていられませんわ。宝塚記念の時にはしてやられましたから。だけど本当、マックイーンさんの走りには見せられっぱなしです。トレーニングでもレースでも。だからこのチームに入ったんだもんね。このよいしょはいつまで続きますの？慕ってもらえるっていうのはちゃんと理由があってこそなんだから、胸張っていいんじゃない？そうそう、堂々と堂々と。マックイーンが褒められるとなんだか私も嬉しくなっちゃうんだ。よし、そんな大人気のマックイーンに次も勝てるように追加で走ってこよっと。抜け駆けですわよ。私だって走ります。ええ、ちょっとメンバーのことを考えてましたの。一度はもぬけの殻になったチームに、今はこうしてメンバーがいます。皆さんは私の走りを見て一緒に走りたいと思ってくれたのですよね。そう考えると誇らしいような、気恥ずかしいような複雑な気持ちですわ。春の天皇賞を勝ってチームとしての形を保つことはできましたが、トレーナーさん、私には新たにすべきことができました。期待してくださる皆さんに愛想を尽かされぬよう、これからも走り続けることですわ。ええ、任せてくださいませ。あの本にもその本にもマックイーンのことが載ってるぞ。ここまで持ち上げられるとは私自身も思いませんでしたわ。あ、メジョマックイーンだ。握手してください。ええ、よろしいですわよ。あと、メジロマックイーンですわ。こんな小さな子にも知られてるんだな。よっ、どう馬娘。もう冷やかしはやめてくださいませ。僕ね、次のレースもメジョマックイーンのこと応援するから頑張ってください。ありがとうございます。必ず勝利いたしますわね。あと、
メジロマックイーンですわ。じゃあね、バイバイ。ええ、さようなら。思っていた以上に評判というのは膨らんでいくものですのね。お、なんだ、あまりに周りが騒ぐからビビっちまったか。そんなわけありませんわ。目白家の馬娘として常に胸を張っていますもの。まあ別にビビってもいいんじゃねえのって思うけどな。もう適当なことを言わないでください。おはようございます皆さん。マクイーンさん、聞いてください。またまた遺跡を希望する馬娘が増えたんですよ。京都大商店の後からひっきりなしですわね。これもマックインちゃんが順調に活躍してるおかげだよ。次に出走する秋の天皇賞を勝つと春秋連覇っていう大記録になるんですよね。今よりもっとメンバーが増えますね。もうあくまで勝ったらの話ですわよ。まさに強豪チームに返り咲きですね。私最前列で応援しますから。わかりましたわ皆さん。次のレースも必ず勝ってみせます。さあそれではトレーニングを始めますわよ。宝塚記念では好意を取れないばっかりにコーナーで大回りする羽目になりましたもの。理想のレース展開に持っていくためにもダッシュ力と位置取りを意識しなくてはいけませんわ。わっわっわっ、そろそろわしと手合わせできる域に来たようじゃな。あなたの場合、手合わせよりも先にゲート試験をしっかりと受けてください。あのトレーナーさん、せっかくの上り調子ですし、私はもう一本走ってきますわね。あ、それなら私も走ります。私もマックインちゃんが頑張ってるなら私たちも頑張りたいもん。え、無理に付き合わなくても。いいからいいから、私たちマックインさんの走りを見るのが大好きなんです。もうでは行ってまいりますわね。おーおー、燃えてんな。じゃあ私は邪魔してくよっと。ちょっと尻尾を握ろうとしないでくださいませ。トレーナーさん、マックイーンさんのことでお話がありまして。私が記者会見を？そのようですわね。どうした？取材を受けたくねえなら私が代わりに出てやるぞ。ダイエットのために大好きなケーキを我慢してますのって言っとけばいいんだろ。あなた、私がケーキ屋の前で悩んでいたのを見ましたわね。いえ、気の緩みが思わぬ事態を招くこともありますから。とにかく取材の件は受けたまわりました。秋の天皇賞、現在一番人気に支持されていますが、自信のほどは？自信はもちろんありますが、勝負では何が起こるか分かりませんから、慢心せずに挑みたいと思っております。強豪が名を連ねていますが、どのようなレース展開を考えていますか？それは…そういえば、一時期チームメンバーがメジロマックイーンさんのみになったという話を伺ったのですが…ええ、今ではメンバーも増え、ようやく持ち直せたと言いましょうか。そのきっかけは、やはりメジロマックイーンさんの春の天皇賞での勝利だったのでしょうか。
なるほど、マックインさんには大きな期待がかかりますね。ですわね。それでは最後にファンの方へメッセージをお願いします。私を一番人気に推していただき光栄に存じます。皆さんの期待にお応えできるようレース当日までしっかりとトレーニングに励んでまいります。いやー、真面目すぎて普通の記者会見だったぜ。普通に答えたのですから当然ですわ。でも返答の一つ一つがすっごくかっこよかったです。マックイーンさんのレース今から楽しみです。わー、マジかよ。やったぜ、伊勢海老食べ放題。主役はマックイーンちゃんなんだから、マックイーンちゃんの好きなものにしよう。私は遠慮しておきますわ。今日は取材も入ってしまいましたし、その分のトレーニングをしたいと思ってましたので。これからトレーニング？おいおい、大丈夫か？最近張り切りすぎな気がすんぞ。もちろん無理はしませんわ。前に倒れたこともありますし、でも仕上がりが順調な今こそその調子を崩したくないんです。よろしいですか、トレーナーさん。ありがとうございます。では行ってまいります。やっぱ真面目だなあいつ。ゴルシア貴様が爆売れの予感。急いで用意しねえとな。あいつならもう行っちまったぞ。目白家の馬娘としての期待、応援してくださるファンの方々の期待、そして私を信頼してくださるチームメンバーとトレーナーさんからの期待。皆さん、必ず勝ってみせますわ。あいにくの天気の中、秋の天皇賞に挑む18人がゲートへ入りました。外を回る羽目になったら、宝塚記念の二の舞ですわ。なんとしても最初のコーナーで好意を。縦の A を目指して。メジロマックイーン、見事なスタートダッシュを決めました。外から一気に先頭へ立つ勢いで加速していきます。ここでマックイーン打ち寄せていく。よし、あとはポジションをキープしていけば。レースは縦長の展開、メジロマックイーンは現在3番手。不良馬場をものともしない走りを見せています。大きな手を越え最後の直線へ入ります。理想のポジション、足もしっかり残ってる。このレース勝てますわ。マックイーン動いた。外から一気に先頭へ踊り出た。後方集団はスパートをかけるが、マックイーン突き放す。強い、強すぎる。マックイーンが完全に抜け出した。ねじるマックイーン、今ゴールイン。春に続いて秋の天皇賞もねじるマックイーンが制しました。ねじるマックイーン、一番人気の期待に応えました。第1位に入選したメジロマックイーンは他の馬娘の進路を妨害したため18着に降着といたします。マックイーン大丈夫？ええ、もちろんですわ。多くの方の期待に応えられず、
一緒に出走した方々を危険な目に遭わせてしまったのは事実です。でもだからこそ下を向いてなんていられません。レースの失態はレースで取り戻してみせます。ちゃんと反省もしてるんでしょ。必要以上に自分を責めることないから。そうです、次のレースも期待してますから。頑張れマックイーンさん。ええ、そういたしますわ。ただいま。外にカメラ持った奴らがうろついてたから、変質者だって騒ぎ起こしといたぜ。記者の方たちですわね。私を取材しようと待ち構えていたんですわ、きっと。まあいいんじゃね。学園内にまで踏み込んでくるなんて不届き者に違いねえんだから。別に気にしませんわ。何か聞かれれば誠心誠意対応します。それよりも今度はちゃんと勝利して明るい話題の取材を受けないとですわね。さあ体を動かしたい気分ですわ。行きますわよトレーナーさん。寮は目の前ですのよ。別に送っていただかなくても平気ですのに。ですから私は別に構いませんのに。なあマックインさん、秋の天皇賞についてコメントをお願いします。あのような危険な走りはどうして起きてしまったのでしょうか。この度はレースに関係する方々にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。私が未熟であったばかりに周りへ気を配ることができず、あのような事態を招いてしまいました。妨害を受けた馬娘にはどのような対応を取られましたか。お一人お一人お詫びをさせていただきました。強引に内側に入れというトレーナーの指示があったともされていますが。トレーナーさんの指示、そんなことありませんわ。あれは私の判断で行ったことです。トレーナーさんは何も関係ありません。だってこれではまるでトレーナーさんが原因だと思われて。トレーナーさん、わかりましたわ。あのトレーナーさん、次のレース予定していた有馬記念より先にジャパンカップへ出走したいのですが。いいえ問題ありません。走る準備は整っています。どうかジャパンカップへの出走を認めてください。ありがとうございます。必ず必ず勝ってみせますわ。マックイーン伸びが苦しい。先頭との差が開いていく。一番人気メジロマックイーン4着に敗れました。皆さん申し訳ありません。不甲斐ない結果となってしまって。おいおい、なんでお前が謝るんだよ。別に私たちは迷惑なんて受けてねえぜ。それにジャパンカップって言えば世界からすっげえ奴らが来るレースなんだぜ。それで4着なんて立派だろう。そうですそうです、今日もマックインさんの走りに見とれちゃいました。それよりレースも無事走り終えたんだし、トレーナーになんかおごってもらおうぜ。問題ねえよなトレーナー。私はその遠慮しておきますわ。有馬記念だって控えてますし、走ったばかりでお腹も減っていませんから。あ、
私、おばあ様に電話をしないと。お先に失礼しますわね。皆さん、本当に申し訳ありませんでした。ちょっとわざとらしかったか。つかあんたマジで演技下手だな。お邪魔する。おお、大栗じゃねえか。お前も応援に来てたのか。世話になったチームの後輩が走るとあってな。ところで主役の姿がないようだが、うん、何かあったみたいだな。聞かせてもらってもいいだろうか。なるほど。私はマックイーンの考えてることがなんとなくわかる。彼女は今全ての期待に応えなくてはいけないと思い込んでいる。私にもそういう時期があった。いい結果がみんなの期待を生み、いつの間にかその期待に応えようと自らを縛り付けてしまう。結果、期待が大きくなればなるほどそれを障害と感じてしまうようになるんだ。そんな時、期待を障害ではなく力に変えてあげるのがトレーナーの役割なんじゃないのか。別に教えてもいいんだが、君とマックイーンには君たちだけの関係性があるはずだ。私の時と同じやり方をしても意味がないんじゃないかと私は思う。その迷いのない返事、サブトレーナーの頃から変わらないですわね。いつだって私たちのことを一番に優先して。じゃあ私は商店街と学園通りと駅前あたりをぶらついてみようかな。私、マックイーンさんが学園に戻ってないか確認してきます。私はレース場の周辺を探します。じゃあ私は神社周辺に行くね。なんだか前にもこんなことがありましたわね。私がくじけそうになっているとこうしてトレーナーさんが駆けつけてくれて。変わっていませんわね。私たちに真摯に向き合うその姿勢。レース中、あってはならないミスを犯した私をですか。そのせいで期待を寄せてくださった皆さんやトレーナーさんにまで迷惑をかけた私をですか。トレーナーさん。
つまでも信じたくなるような存在。私も皆さんにとってそんな馬娘になれていますか。チームのエースとして皆さんに夢を見せてあげられていますか。ただいま戻りましたわ。あ、帰ってきたか。おかえり、マックイーン。目白家の馬娘が夜遊びだなんて、おばあさまが知ったら大変だよ。心配したぞ、マックイーン。今日はレースで負けた上にご心配をおかけして、何と申し上げたらよいのか。おいおい、そうじゃねえだろ。私らが聞きたいのはそんなしけた言葉じゃないって。一体何の真似ですの。ほらほら、高らかに宣言しろって。お前は何を言うために戻ってきたんだ。私はこれからも胸を張って走り続けます。負けることだって、落ち込んで泣くことだってあるかもしれません。それでも私は皆さんの期待を背に受けて走り続けてみせますわ。チームのエースとして頑張れ、マックイーン。ずっと信じてます。いいぞ、エース。今のマックイーン、ちょっとかっこいいよ。マックイーンちゃん、これからもずっと一緒に走ろうね。期待を力に変えることができたみたいだな、マックイーン。もう宣言は済みましたから、早く降ろしてくださいませ。それは私に夢を見てくださっている証拠ですわ。そしてその思いが私の背中を押してくれています。行け、マックイーン。グランプリ馬娘の栄光を勝ち取ってこい。ええ、行ってきますわ。今年最後の大一番、グランプリレース有馬記念、今前回のオグリキャップについて、優秀たちが新たな伝説を築くべく有馬記念に挑みます。先頭でゴールを駆け抜けるのは一番人気のメジロマックイーンか、それとも歴戦のライバルたちか。今大歓声をかみしめるように、ウマ娘たちが力強くスタンド前を駆け抜けていきます。学生は皆さんの応援が私をまた一歩前へと押してくれます。本当にいい走りだね、マックイーン。春の天皇賞の時と同じ、それ以上かも。調子はずっと変わってません。ただ皆さんの期待と歯車が噛み合わなかっただけ。各馬娘、第4コーナー回って最後の直線へ入っていきます。グランプリの栄光はもう目の前だ。残り300m。しっかり噛み合った今の私ならきっと。ここでメジロマックイーンがラストスパート。ハイトの針が一気に縛る。3番手、2番手、やはり現役最強馬娘はメジロマックイーンか。しかし内からの針、すごい悔しさが出る。これはどうなる。2人とも全く譲らない。勝者はどっちだ。いやわざわざ迎えに来てくださったのですね。2着惜しかったな。けどいい勝負だったぞ。ええ、それは間違いありませんわ。
調整も完璧でしたし、勝負どころでの集中力もすごかったです。今日のレースに関しては私の力負けでした。とても実りの多いレースでしたから、今の私に足りていないもの、今後鍛えていかなければならない箇所、そのあたりのことがよくわかりましたわ。それにジャパンカップの時とは違い、納得のいく走りはできました。トレーナーさんの、そして皆さんの期待を力に変えて全力で走れましたわ。次も頑張ってください、マクイーンさん。ええ、もちろんです。期待してますよ、エース。また素敵なレースを見せてね、マクイーンちゃん。エースの名に恥じない走りをお見せいたしますわ。ああ、しっそんじゃレースも終わったことだし、トレーナーのおごりで飯食いに行くぞ。言いましたわね。私、今日までレースのために食事制限をしていたので、お腹がペコペコですの。私たちの底知れぬ食欲をみっちりと教えて差し上げますわ。あ、そうだ、せっかくだからオグリやライアンたちも呼ぼうぜ。ゲッチゲッチしない。さあ行くぞ。行きますわよ、トレーナーさん。皆さん、行ってきますわね。頑張れ頑張れ、エース。見事連覇を果たしたらスイーツ食べ放題だってさ。まあ、本当ですの？まだ行っちゃダメですよ、マックイーンちゃんの集中力が切れちゃう。気合が入るかなって思ったんだけど、逆効果だったか。エース、集中集中。そうですわね、集中集中集中。任せてくださいませ。今の私は皆さんに背中を押していただいて天までも登っていけそうな気分ですわ。ええ、必ず勝ってまいります。メジロマックイン、メジロマックイン、リードを桟橋に広げた。先頭メジロマックイン、ゴールイン。史上初、春の天皇賞2連覇を達成。ありがとうございます。皆さん、私はこれからも皆さんの夢であり続けてみせますわ。レッツゴースタート、駆け抜けて